レーシアで初めてのゴルフをやります。本当に初めての人。本当の初めて。今からファーストショット。いいね。うまい。やば。うまい。すぐそこや。今からこの人人生初めてのドライバーっていう感じですね。はい。これいくら？いきたいと思います。いきます。嘘でしょ。嘘やろ。イエーイ。やば。まあ今の滑りなんで。いや。そろそろ帰ってこれる今日。本番行こうかな。今日帰ってこれますか。え、帰ってこれます。じゃあちゃんと。ちゃんと。うわあ。やば。あれ。やばい。おかしいな。やばすぎる。あった。全然もうすぐそこだから全然飛んでない。どこ。奥はすぐそあっちです。やばすぎだろこの勝負。任せなさい。あ、結構ラフだわ。ラフ。うお、持ってかれる。これうわ。いや、ほぼ飛んでない、ほぼ飛んでない。うまいな、やっぱ3年やってると違いますね。余計なこと言わない、余計なこと言わない。パー4なんで、4打が普通ってことです、これ。あ、だってもう今2打使ってますから、僕。すぐそこで。すぐそこで僕2打使ってますから。あと2打で。あと2打で、まあ入れないと普通じゃないよっていう。ちょっと待って。前なんもやばい。どこに、まずそこ行くの、その、木の間行く。行きますよ。マジそれ上級者だよ。セカンドショット。あれ、これ空振りありでしたっけ、ゴルフって。3回三振できるんだっけ、これ。三振です。やばもう一回、もう一回。いや、もう一回な。ゴルフにもう一回ない。紳士のスポーツ。7番アイアン使います。あ、でも次は第何打ですか。次は第9打。9打。やばい。ゲームか。うわっ、お、うまい。傾斜を利用したショットですか。プロ。今のはプロかもしれない。今のは何ですか。今のはないでしょ。今のなくない。やばい。今入ってたよね、半分入ってましたね。うわ、逃げられましたね、完全に。しゃー、いきまーす。あ、これは入るでしょ。おー、うまい。きたー。よーし。おー、初めてのゴール。オッケー、はい、書きましょうよ、これ。書きましょうね。どうやって書くんですか、これは。もうプラス 12? もう12です。聞いたことあるよね、普通に。プロありますあります。マイナス3だとか、あれすごくないですか。やばいですね。早く、あれですもんね、少ない数で入れてるんですね、マイナスって。そうそう。だから3で入れたらもうマイナス1ってこと、初めて。ちょっともう次2ホール目頑張らないとちょっと予選落ちちゃうんで。もう予選落ちちゃう。2ホール目いきます。え？え？
うまい、すげえ、やばい、めっちゃうまい。え、もうやばいし、今のはプロ、やばない、今やばいやばいやばい、今のやばかったですね。抑えた抑えた、抑えてない。やばい、もう今目の前だよね。目の前です、目の前です。え、すごくない。やばいやばい。え、推定300ぐらい飛んだな、さっき。いきます。おい、うわやばやばい、すぐそこです。これは狙うしかないね、これは。もういけますね、すぐそこですね。バーディー狙うわ、このホール。8番、あったあった、8番アイアンでベタピンします、これは。やば、ちょっと 上目に上げて、上目に下ろしますわ。わかりました。まあ見えた、まあでも近いんじゃないね。近いですね、結構。まあ上がり具合が良かったんですけどね、ちょっと横の多分木に当たって下のところに落ちちゃったんですけど、次上りなんで結構打ちやすいかもしれないですね。OK です。このバンカーむずいよ。じゃあバンカーを抜けるためのポイントを話したいと思います。バンカーを抜けるときには使うのは P P ってやつです。で、地面を叩くように打ちます。そうすると、あれ？え？わも。え？あれ？じゃあボール当ててみてください。ボールを、次は。え？ボールにそのまま。あ、わかりました。多いね、今のわかった。第3打目いきます。バンカー、嘘やろ、バンカーどこ。おお、ここから行くか。下をバン叩くんですよ。いきます。うまい、うまいよね。お、めっちゃ惜しい。じゃあ5打目いきます。きた、うわっ。OK、 よーし。でもパー4で6打です。おお、まあまあね。めっちゃ楽しかったです。短い。初めてのゴルフ。初めてのゴルフ。いや、本当はもっとできると思ってたんですけど、ね、全然できなかったですね。4個でやらなきゃいけないところが16個だったり、3個のところが18回かかったりとかしました。でも楽しかった。めっちゃ楽しかった。またやりたいです。